ブログチャンネル。はい、皆さんこんにちは。今日は面白いレンズを紹介したいと思います。このレンズです、これは空玉レンズと言います。中玉と書くんですけども、呼び方は空玉です。宙に浮く感じに写真が撮れるので空玉と呼ぶらしいです。思いっきり日の丸構図になる、そんなレンズです。中身は特注で、周りは作りました。これをカメラに設置するとどういう風になるかというと、こちらをどうぞ。これが手作りの空玉レンズです。中身のレンズの部分が特注で、周りは作りました。まあレンズといってもアクリルガラスにビー玉をつけただけのものです。円柱の筒の部分はチップスターの入れ物で作ってあります。カメラ側の方にはステップアップリングをつけます。内側から覗いてみると、はい、反対に映りますね。ビー玉と同じ原理だと思います。はい、これをつけると結構ダサいカメラになります。外で撮る場合はそれなりに覚悟をしていってくださいね。もうこれで何を撮ればいいのかっていうのがわからない。私はもうマクロに設置してあるので、日の丸の周りクリアなガラスの部分がボケるんですね。ボケをどう生かそうかなということで悩んでます。もう思い浮かぶのが花しかないんですよね。自宅のプチスタジオでできることをやってみます。これから賑やかな季節になってきます。何を撮ろうかなって、悩んでます。なんかこれは面白いじゃないっていう意見がありましたら、ぜひ、教えてください。はい、というわけで今日は空玉レンズの紹介でした。チャンネル登録してね。